三井物産横浜ビルは神奈川県横浜市中区にある近代建築物である。1911年に三井物産横浜支店の事務所旨として竣工。2015年現在の名称は k、N、日本大2ビル。1911年竣工、1927年に増築。設計は日本人初の独立設計事務所を山下町に構えたと言われる。 遠藤とによる。同ビルは遠藤のモダニズム時代の総決算といえる建物であり、日本で最初の全鉄筋コンクリート作りの事務所ビルである。関東大震災で横浜の建物群が壊滅的な打撃を受けた際にも、当建物は倒壊を免れ、鉄筋コンクリート作りの地震に対する有効性を印象づけた。三井物産横浜支店事務所胸の左手。 東隣には1910年春光の三井物産横浜支店のキート倉庫があった。三井物産横浜ビルと共に震災を免れ2015年まで残存していたが同年取り壊された。解体予定が公表された際には保存を求める意見が多く寄せられた。名番による KN 日本大通りビル及び旧三井物産横浜支店倉庫の保存活用に関する 要望書一般社団法人日本、建築学会関東支部2014年7月28日に、記載の名称によるハット k n 日本大通りビル、及び旧三井物産横浜支店倉庫についての、県会一般社団法人日本、建築学会関東支部、歴史衣装専門研究委員会浜の、建物探検 P46。キート貿易、意気承認。 日東倉庫取り壊ししか道はないのか、文化財指定求める声も、所有企業、農産系ニュース2014.10、25日本、第2、旧三井物産横浜支店倉庫の保存を考える、新法5日夜、開港記念会館で、開催2014年8月4日、横浜経済新聞旧三井物産横浜支店倉庫解体正式に、着手保存の声届かず、 神奈川新聞二 2014.11-0603http コロンスラッシュスラッシュ www.kenainaloco.jp スラッシュアーティクルスラッシュ七九九九四スラッシュ CMSID 十一万百五十社団法人神奈川県建築士会神奈川県建築士史図説ありがとうございます